から12時通信予定です。神戸線行き列車は11番線から方面変えまして、旭川行き特急ライラック37号は10番線から19時ちょうどです。下岡列車、発車時刻間際と分かっておりますが、この列車が到着し、お客様のお乗り換えが完了できないと発車となりました。乗り換えできますので、ご安心ください。博多方面、お乗り換えのお客様、急遽発車時刻、発車断線が変更となる場合がございます。乗り換えの際には駅放送案内または電光掲示板